山城屋、和助山城屋和助明治5年11月29日は、明治時代初期の陸軍将御用商人。元、長州藩騎兵隊大使。明治初期に起こった、公金不正融資事件に関与し滑覆自殺したことで、知られる。本名は、野村三千院さん。銅像とも、諏王国区山城総本郷村に、医師、野村信高右の四。 男として生まれる。幼少時に両親と死別し、親戚により萩の寺、龍正院に預けられ、僧侶となる。文久三年に減属し、高杉晋作が創設した、騎兵隊に入隊する。山形有友の部下として、母親戦争に参戦し、越後口では五両衛士残党の篠原隊の深や高鍋半平と共に戦った。その活躍は、 金納美団野村三千院さんとして、京都で芝居にもなった。明治維新後に、山城や和助と名を変え、新政府の軍政に携わるようになった、山形有友の縁故で、兵部省御用商人となり、横浜の南中通り三丁目に店舗を構えた。明治四年には、東京の本国町にも店を出した。長州人脈を活かし、軍需品納入の商売は繁盛した。 明治5年、彼は山形ら長州系の官僚に陸軍省、公金15万ドルを借り、キート市場に手を出す。長州系軍人管理らは貸し付けの見返りとして山城屋から多額の献金を受けたとされている。軍が融資した金額は総額64万8千円に達し、 山城屋は一時は500人以上の店員を使うほど流星した。しかし、不屈戦争勃発の影響でヨーロッパでのキート相場で陶器に失敗。山城屋は陸軍省からさらに公金を借り出してフランス商人と直接商売をしようとフランスに渡った。ところが、パリのホテルに滞在し、 反撃や競馬に興じ、女優との交際や不合礼状との婚約話など、商売そっちの家で合流しているという噂が現地で広まり、これを不審に思った、中仏講師、鮫メ島直信が、日本の外務省に報告、総額約65万円に上る公金貸付が、発覚した。当時、陸軍省では、長州罰が、主導権を握っていた。これを後期と捉えた。 他藩出身官僚が陸軍長州罰を求断する。山城屋と最も緊密だった山形有友は追い詰められ、山城屋を日本に呼び戻す。しかし、高島か門や堀越角次郎ら合唱に協力を求めたが叶わず、借りた公金を返済する能力がないことが明らかになっただけであった。山城屋と親しかった長州罰官僚は手のひらを、 返したように山城屋との関係を一切絶った。旧地に立たされた山城屋は、同年11月29日、手紙や関係書類を処分した後、陸軍省に赴き、山形への面会を申し入れるが拒絶される。面会を諦めた山城屋は、陸軍省内部の一室で、活腹自殺した。山城屋の自殺により、山城屋事件の真相は究明されないまま終わった。 ただし、山形有友が、明治6年3月付で、在パリの鮫島弁理講師に書いた書簡には、帰国後商法主事主義のゆえをもって、旧老辞陣に及び愛果て、自主松室公、手代友即婚裁判所にて、取り、ただし中にこれありとあって、死後も司法省によって事件が追及されていたことが、わかる。墓所は、 横浜市の久保山墓地と東京都杉並区の浄土州、松後家山、峰岩尾ン西宝寺墓地,墓地の2カ所にあり、少なくとも昭和17年まで、両墓ともゆかりの人々によって、厚く弔われ、神奈川県傍聴共有会が発行した山城や和助にはその法要の写真が載せられている。日本に初めて、西欧式の牛革製のカバンを紹介した人物とされる。 また、祝日に各家に国旗を掲揚することを力説し、大祭日における民家での国旗掲揚を政府に認めさせたのも、山城や和助と言われている。武人として、守護として知られ、強し進むな気質は、商人となってからも変わらず、気候もあった。和歌に親しみ、豪を将風と称した。和介の自殺騒動は、多くの書物に書かれ、 芝居や講談にもなった。おなみという妻がおり、和介没後は、本郷優島天神坂で、二豆屋を営んでいたが、横浜の役所相に引き取られ、七十歳で病死した。山形有友と、山城屋事件隠れたる事実名尻面死政編、伊藤二太郎著ょ ABCD 山城屋及び、三谷家事件、山城屋事件、正解義国史。 関総一郎著、毛利俊彦、明治6年聖編67ページ A。B 山城屋事件と、三谷39事件、人物近代日本軍事史、渡辺育次郎著山城屋和助と、藤田伝三郎、夢遥かなる、近代日本の巨人、久原ふ之の助古川薫、PHP 研究所、2009山城屋和助、近世自殺者列伝、宮武骸骨編、 宮武骸骨。1931、三宅守つね著,著、山田昭義と教育から続在フランス山田、昭義の一通の手紙をめぐって霞信彦著、ノリを超えて、明治法制史談笑慶応義塾、大学出版会 ISBN978 から47億6641万 4431P166 から171。 山城屋は助夢の後、豊岡カバンエキスポ、日本のカバンの歴史山城屋、は助の家父、新聞修正、明治変年史。第14巻。ありがとうございます。